ゴールキーパーマルクビト、ディフェンスライン3バック澤田、伊勢、鈴木、右ウイングバックに駒、左ウイングバックに下川、ボランチは堀内、神垣、そして2シャドー岡田優輝、国武優斗、そしてワントップに松本健智山賀を予想しています。ゴールキーパーは田川智樹、ディフェンスライン4バック西谷、神山、今瀬康光、ダブルボランチ末木、ガブリエル、エンリケ、右サイドに高橋、左に吉平、2トップマテウス、レイリア、佐々木洋二を予想しています。そしてこのベンチで今捉えています中田一三監督です。9月4日フリアン前監督の解任を受け、この残り12試合を託されました。さあただ松本健智山が体を張って前につなげようというボールはここは富山がカット。今日の注目高橋がボールを一旦下げながら、あ、ただここでカットした。さあこの正面松本シュート、田川よく抑えました。低いクロスかき出す。さあ一気に反転カウンターを狙う佐々木、左からマテウス・レイレが猛スピード、近くには高橋、さらに奥から吉平が来る、吉平シュートを狙うブロック。さあ流れたところもう一度西谷が打ったが、ここもブロックします。このゴール枠を狙うようなこのシュートまではいってませんけれども、まあ、ブロックに合いながらこの打つ姿勢は見せています。さあ早めのリスタート、ボックスに入る国武シュート、パッチング、先ほどの国武のシュート、堀内がサイドを変えます。上垣から左サイド下川、スペースに走り込んでいく国武、振りだけうまく体を切り返す、右足シュート、ここは惜しくもポストの右、最後岡田優輝も入っていましたけれども、まあ、おそらくシュート性非常に鋭いライナーが行きました。一つフェイントを入れてからパス、振りだけ、さあボックス内には松本と岡田優輝、岡田に渡る、ボックス内仕掛ける、右足シュート、ここもポストの右、ここも国武の運びから岡田、さあスペース走り込んでいくぞ国武、同時に走り出す松本、さあ旗はない、松本に通る、収めてシュート、田川よく止めました。そして上がりも待ちながら一気に、さあここで前へ吉平抜けてくる、吉平が右足シュート、ピンチの後すぐさまチャンスを作りました富山。中盤そして前線、さあここは一気にチャンスだぞ、吉平が1対1、キーパー止めた、吉平がここは一気にこの1対1の局面狙っていきましたが丸首と。さあ大事な大事なセットプレー、セットプレーで9得点を挙げている富山、ニア、そらしてかき出す、シュートはクロスバー、伊勢、ここは守りきりましたなら、しのぎました、まずは丸首と横飛び込んだ、そして松本のシュートは惜しくもクロスバー、そして富山選手変わっています。さあ松岡大地が入っています。さあ中央にボール送られる、ヘディング、惜しくもここもポストの右、自動昇格圏に今治との差は現在勝ち点7、そこに食らいついていくためにも今日は勝ち点3必須。西谷から左足、相手選手に当たって流れたところ競り合ってボックス内、ポストプレーからシュート、ブロック、ここも守りましたなら、しかしこの後コーナーキック、最後は松本航平詰めていた。今日は何度となく丸首と終電のこのセーブを見せます。ヘディング競り合ってキーパー丸首とキャッチ、そしてここで試合終了のホイッスル、最後は互いにゴール前迫りながら結果的には
0対0スコアレスドロー。